はい、どうも皆さん、こんにちは。藤尾と申します。武器集め、続きやっていきたいと思います。はい、前回ね、強すぎて草生えるソードを、とうとう手に入れましたよ、ペコちゃん。めっちゃ噛むね、ごめんね。まあ、続けて撮ってるんですけど、早速コンビニに話しかけていきましょうか。あ、とりあえず、回復ね、ありがとう。いやー、なんかもう、強すぎて草生えるがあればさ、スコップとか、あ？エンディングについて。強すぎて草生えるを装備した状態でコンビニに話しかけることでエンディングへと移行します。え、そうなの？エンディングはトロフィーを集めることで種類が増えます。気が向いたらトロフィーを集めてみましょう。まだ魔王倒してないんだけどな。エンディングいっちゃうのか。まあ、セーブしときますか。え、じゃ、とりあえず見せる？はい。トロフィーまだ1個しかないけどね。どんなエンディングになるんだろう。お姉ちゃん、本当に手に入れたんだね。伝説の武器、強すぎて草生えるソード。わーい、かっこいい。いやー、大変だったよ、ポンミ。お父さんの願い、叶えてあげられたんだね。お父さん見てるかな？もう一度、お父さんに会いたいな。その時、強すぎて草生えるの剣先から眩しい光が放たれた。は？お、お父さん嘘でしょ？なんで？そこには死んでしまったはずの父、ウェポ父の姿があった。娘たちよ、久しぶりだな。お父さーん！わはは、ポンミ。お前の泣き虫なところは変わらないな。でもこんなに大きくなって、ずっとうちを支えてくれたんだよな。ありがとうな。ウェコ、随分と武器の腕は抜けたようだな。ごめん、噛んだ。見ればわかるさ。そして、その手に握っている剣。それが、伝説の武器なのだな。俺の果たせなかった夢、お前たちが叶えてくれたんだな。ありがとう。お父さん！私たちずっと寂しくて、もう一度三人で一緒に。ごめんな。俺もできることならそうしたいが。俺は父親失格だ。無謀な冒険に中途半端な覚悟で挑み、可愛い娘二人残して一人行ってしまった。しかし、そんな情けない父親の無念を、お前たちは晴らしてくれた。そしてこうやって再会を喜んでくれた。こんなに嬉しいことはない。心の底からお前たちの父親でよかったよ。ありがとう。お父さーん！じゃあな、俺はそろそろ行くよ。ああ、やっぱり、ずっとは無理なんだ。大丈夫だ。お前たちは俺を超えたんだ。どんなことがあっても、乗り越えていけるさ。ウェコ、ポンミ。どんなものでも武器にして戦う。それが真の武器商人だ。うわぁ、かっこいいな、父ちゃん。伝説の武器を手に入れた姿を、父に見せることができた二人。父からの言葉を胸に、二人はまた自分の足で歩いていく。父の死を乗り越え、その強さを武器にして。お姉ちゃん、私たち二人なら、何だってできる気がするよ。何だって、お父さんの子供なんだからね。はあ、願い。エンディングは4つか。いや、でもいいエンディングじゃない？これでも。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。じゃあまた、トロフィー集めるところからかなぁ、じゃあ。はいはい。で、話しかける前から多分始まるんだね。まあ、そうだね。トロフィー多分4つあるんだよね。そしたらもう、
トロフィー4つ集めよう。で、何でトロフィーが取れるかなって考えたんだけど、多分、この売り上げもあると思うんだよね。うん。これで多分100万売り上げることが一つ。で、もう一つ多分魔王を倒すっていうのがあるんじゃないかなって思うんですよね。で、最後に、おそらくなんだけど、間違っちゃったー、間違っちゃったあれ、これ、武器庫に送っちゃった時って、これまた、コンビから買わなきゃいけないのか。やべえ、やらかしたら。ちょっと待って待って待って。長テーブル。これを、破棄。で、多分、売った商品が戻ってるかどうかわかんないけど、これで、長テーブルは戻ってるはず。じゃあ、というわけで、トロフィー手に入れていくんですけど、一番やりやすいのが多分、魔王を倒すっていう、ランだと思うんですよ。まあ、完全に、自分の予想なんですけど、魔王を倒したらトロフィーをもらえるっていう、やつもね。まあでも、とりあえず魔王を倒さなきゃ、ね、話進まないだろうし、一番、ね、やりやすいやつだと思うんで、武器100万売るより、武器集めるより。なので、とりあえずそっちから、やっていこうか。じゃあまた武器をセットしていくか。さあさあ、というわけで、まあこれ洞窟持ってきたんだけど。それは置いといて、ここね、この前来たところなんですけど、コンビニ。俺がコンビニじゃんみたいに言ったの。あ、やっぱりコンビニなんだ。魔王城前。ちょっとまず、魔王城行く前にこっちから行こうかなと思って。え、敵？ちょっと待って、あ、そうだよね。話せるよね。あいつゴブリンにやられちゃうな。ヤンキーレザビリー。何見てんだ、こら。お前邪魔だよ、どけよ。俺はヤンキーだ、こら。ヤンキーって言ったらコンビニ前だろうが。確かに。俺はここからどかねえ。なぜならヤンキーであるから。最近のヤンキーはコンビニ前あんまいないけどね。さあさあ、まあ、こいつ、どうしよう、ゴブリンにやっつけてもらおうかな。ああ、ちょっと攻撃しなくなっちゃったから、もう倒しちゃうか。じゃあどうやったらこいつどいてくれるんだ。とりあえずバケツ拾って、ゴミ箱。どうしたらいいかね。あこのゲームってやっぱり人も手に入れられちゃうんだな。いや、すごいな、そう考えると切りないんだけど、マジで。というわけで、まあ解決したんで、コンビニ行こうか。何売ってんだろう。普通に魔王の城の前なのに人がやってるんだな。いらっしゃいませ。コンビニエンスストア魔王城前です。はい、見ましょう。あ、薬草、巨人の体験、スマイル。コンビニでこのスマイルっていう注文はなかなか聞いたことないけどね。うん。ちょっとまあ、とあるファーストフード店じゃないのか、これは。薬草200円か。ちょっと買っとこうかな。温めますかって、薬草薬草チンしなくていいよ。どうせすぐ食べないんだしさ。いやー、余計なことしちゃったな。じゃあ、巨人の体験も一応買っとくか。今19万あるからね。はい。こちら温めなくていいんだけど、炎属性とかついたら面白いからやってもらおうかな。はい。ほかほかに温めました。変わんねえじゃねえか。温める意味ねえじゃねえか、お前。スマイル。欲しいな、最後に。ちょっと面白かったんで。スマイルもいただけないかな。その商品はマニュアルに載っていないため、ご提供することができません。ふざけんな。ふざけんじゃねえ、お前。もう、なんなんだ、このお店は。もう、温めなくていいよ。で、20個。はい。あれ？なんか外にいたヤンキーみたいな。あ、女の子だった。ウェイコとちょっと似てるな。アルサト。コンビニは便利だな。ああ。これまあ、盗んできますけど。冷凍食品コーナー。これは？弁当売り場。はいはい。こっちは、あ、でかいね。
商品だな。でかいでかい。ポン。あ、まあ、人は後でいっか。ちょっと魔王獣行っちゃうか。よいしょ、ゴミ箱に乗って。はいはい、行きますぜ。あー、やっぱもうドス黒いなここ乗れるのか。降りる。降りれないか。はいはい。そうしましたら、まあ降りていきましょう、これ。でもゴミ箱いらないんで。しまう。デビルなちょっとな、泣き虫デビルってさ、多分デビルの中で一番ゼコいデビルなんですよね。階級的に。ちょっとこれは、今回いいや。はいはい。で、まあ、このデッキでいいかね。前回とまあ同じなんですけど、強すぎて草入ると、この現実の洞窟が増えただけなんですけど、こんな感じでいいんじゃないかな。どうしよう。空床で耐久値減らないようにしとくか。とりあえずやってみっか。はい。あ、看板見に忘れた。魔王女の説明。魔王女は集めた武器を駆使して戦う高難易度ステージ。階層のままのを全滅させることで、次の階層へと進むことができます。結構システムが違うね。魔王女に挑むには武器を8つ以上持っていく必要があります。階層ごとに手持ちの武器の中からランダムで4つの武器が選ばれます。ランダムなんだ。選ばれた武器のみで魔物と戦わなくてはなりません。最上階で待ち構えている魔王を倒すため、強力な武器を揃えて挑みましょう。はぁ、あ、はぁはぁ、あ、なお詳細なルールは以下の通りです。魔王城では武器庫を開けない。これはまあ洞窟一緒だね。魔王城内で耐久値が減少したり壊れたりした武器は魔王城を出ると元に戻る。魔王城内で武器を拾うことはできるが、あ、武器庫に行っちゃうんだ。マジか。いや、ちょっと待って。これじゃあもう耐久値減らないようにしていくしかないな。はい。じゃあ一応これ読んで。魔王城24時間営業。コンビニエンスストアの看板と、ほぼ同じなんだが、文章が。はいはいはい。じゃあ、サポート武器みたいな感じの武器はいらないな。攻撃力だな。本当に強い武器じゃないとダメだ。はい。というわけで、いろいろメッキしといたんですけど、耐久値が減らないように。で、持ってく武器はね、なんかランダムで選ばれるみたいなんで、まあ、できれば強くて、ね、少ない武器で行った方がいいかなと思いまして、とりあえずこんな感じにしときました。はい。まあ、俺の中では精鋭揃い。これちょっとわかんないけど、多分、まあ、知識の洞窟、霊魂の洞窟一緒くらいかなと思うんで。はい。というわけで、これで一旦試させてください。いや、一応セーブしとこう。一発でクリアできるかわかんねえな、今回ばっかりは。さあ、行きましょう。おお、すげえ BGM 変わったな、雰囲気。一回。はい、BGM ちょっとでかくないかな、大丈夫かな。ちょっと設定で。急に音がでかくなったな。こんなもんか。はい。で、今回は不思議な鉄板が選ばれたと。いうわけで、全部倒さないといけないんですよね。じゃあもう、スライムから。OK! 強いな。さすがにもう、鉄板強いですね。で、こいつもやっとく。OK! リーチがでかいのやっぱ、いいですね。これ取れるか？取れない。床も取れないか。まずは進めろということか。あとは、ニョロニョロか。ですか。よし。で、殴る。一発、オッケー。いやー、心強い。耐久値も減らないし、メッキしたんで。こんな感じでやっていくんだね。何回まであるんだろう。お、教会が来ましたよ。教会、頼もしい。見えねえな。見えないのがちょっとネックだけど、やっぱ強いもんな。こいつ氷だから、こっちかな。あ、当たってしまったが、ドン一発。
雷は近づいて OK かな。で、こうだ。よし。OKOK。ほんで、あとは、あ、炎。精霊ゾーンか、ここは。いっけ。いいよー。順調順調。さあさあ、こっちは、ゴブリンとあのデビルが見えたね。ここは接近して必殺技で回復してもいいかな。あ、ニワトリだ。まずこいつやって。今回は穴か。巨大な穴が来たか。デビルは、攻撃でいっか。確かあいつ闇の魔法も使ってくるからな。ゴブリン来た。防御力下げられた。正面行きたいな。よし。で、ミラクル切りで回復しようか。ドン。いいね、全開。防御が下がってしまったが、こいつ一発でいけるか？オッケー、いいよ。よしよしよし。で、石手に入れ。全員やったか？オッケーオッケー。あ、今んとこ順調だな。武器が強いのもあって。あとメッキのおかげで、だいぶ楽だな。4回。あー、ちょっとな、今まで範囲広い武器だったから、心強かったんだけど、豪華な剣が来たか。近づかなきゃいけないね。これは一旦待って。こう。炎。あー、一撃でやりたい。会心来て。あ、薬草落としたか。じゃあもうここは使っとくか。で、拾っとく。いいよ。あ、クラゲくんもいる。あいつ炎効かないんだよな。魔法武器じゃなくてよかったな。まあ、魔法武器か、一応。炎があるもんな。まあ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 。振って。振って。これでいけるべ。いいよ。だんだん俺も戦い方が上手くなってませんかね。自分で言うのもあれだけど。やっぱ慣れてくったね、面白いな。10。やっぱそんな効かないね。あ、やばい、近づいちゃった、間違って。オッケー、いいよ、会心。よし。で、アルマか。倒したね。よし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 。必殺技のゲージが溜まんのがほんと早くてありがたい。ダンゴムシと岩と骸骨。また、ミラクルソードで回復でもしますかね。大賢治が来た。こいつらは、もう、いや、大賢治で倒しちゃって。骸骨はやっぱりそんな食らわないなぁ。魔法。そしたらもうミラクルかな。ドン。80。あ、まあ全開だからいいでしょう。はいはい。あ、ダンゴムシいたのか。こっちやって。オッケー。大賢者が強すぎて。ほんと、こっちも強すぎて草生えるわ。多分8回まであんのかな。ここが6階か？はいはい。あ？で、これ武器なんだ？また豪華か？あ、なるほど。ランダムで4つ選ばれる感じなの？わかんないな。この中だとどれでも装備していいのか？あ、なるほど。なんか勘違いしてたの俺。1個しか装備できないかと思った。ランダムで4つ選ばれて、そこから選べって話なのか。だいぶ、偏った勘違いをしてたな。そしたらもうこいつ炎だな。こいつは爆発するんで。オッケーオッケー。で、薬草落としたんで回復して、拾っとこう。オッケー。この落とすアイテムが結構、ありがたいな。お、まだあるね。8階までじゃなかった。9階。そしたら、あ、もう範囲攻撃の塊。いいですね。とりあえず魔法、装備しとくか。魔法の範囲がすごいんだよね、もう。いやー、強い。ほんと強いな、洞窟は。オッケー、いいよ。あ、いたのか。会心。なんかね、洞窟をもう一個持ってこうって
思ってて、この魔王城来る前に。どの洞窟にしようかなーと思って。それがね、全部持ってくるのあれかなと思って。まあ、こう適当にこっちにしようかなと思って。これ持ってきたら、結構当たりかもしんないな、普通に。強え。はい、もう一発。OK よー。ここに。よし。OK。うん、なんか、上がってくたびに、苦戦するかなと思ったけど、今のところその兆しもなく、順調にやれてますね。そろそろ、ミラクルソードで回復化したいかな、あれ。ちょっと右の、氷の精霊は、やっときたいな。早めに。暗い。OK。ここ精霊ゾーンか。あー、じゃあ遠距離攻撃が厄介だな。左行く。よしよし。目の前に来たんで、攻撃力が一番高いのは、境界か。そしたら、ミラクル斬りで、ドン。OK! おー、めっちゃ回復する。ありがてえ。で、もう一発かな。えい。強い。強すぎて草生えるわ、マジ。鉄板でいいか。OK! で、もう一回鉄板。あ、ミスった。くらい。あ、耐えた。耐えなかった。精霊はやっぱ強えな。よし。10回か。あ、雰囲気変わった。セーブができる。え、残り半分。マジか、あと10回分あんのか。いやー、メッキなきゃマジで死ぬな。じゃあもう、どうしよう。こっちにセーブしとこう。はいはい。あ、優しい。金毒もいたんだ。修理はしなくていい。宝箱は。大悪魔の杖。また強そうなのが来たな。まあでも武器庫に行っちゃうんだもんね。またあと、試してみますか。さあ、じゃあまあ、後半戦も頑張ろう。こっからやばそうだな。